こんにちは、トレンドデイのさえこです。昨日ね、ちょっと記事のこととかもお伝えしたので、引き続き記事のお話をしたいと思います。昨日もね、ご紹介したこちらの記事、見ていただくとムラ感のない、結構なんていうんですかね、色がまあのっぺりとしたというか、ムラのない記事になってます。で、こちらと比べて、ちょっと見づらいかな、こちらの記事ね、見てもらうと結構ムラ感があると思います。で、この2つの違いっていうのは何が違うかっていうと、糸ってね、生地ってそもそも糸を織って作ってるんですけど、そのね、糸を織る前に染めて織ってるっていうのが一般的な織り方です。で、そうなってくるとこういう風に糸やっぱり織っていくので、ムラ感が出たりとかするんですね。で、これはまあ生地の表情だったりとかするんですけど、で、こちらのムラ感のない生地、これね、実は折った後に、生地が折られた後に染めてるんですね。そうするとこういうムラ感のないコットンっぽい感じの生地が織り上がるんですね。これね、結構ね、知らない人多くて、後染めって言うんですけど、そういうこととかも知ってると生地選ぶとき面白かったりとかするので、はい、いろいろ取り揃えていますので、またいろいろ聞いてください。いいね、コメントお待ちしてます。